こちらは源義経の、首を洗った井戸です。で、まあ、奥州に追われたんですけれども、その時に、まあ、お亡くなられまして、首だけ、実験のために送られたそうなんですけれども、その後、捨てられちゃって、この辺に流れ着いた。ということで、この辺の、この辺りの人が、里の人が、すくい上げて洗って清めてたと言われて、井戸がここにあります。井戸自体は枯れちゃったんですね。で、供養碑が。九郎義経というふうに言われて、九郎という名前が書いてありますね。